前じゃ続かんとか言われるのも悔しいんで、そうだよね、同じ土俵に立って、うん、なんていうんですかね、一回やってみたろうと。そうそう、いい姿見せたいしね。おはようございます。ブリキ君今日一人？今日一人です今回何現場任されて、はい、ちょっとやってみようと。そうですね、いい経験できるよね。本当にできますね。さっきもちょっとあのお客さんから言われたんですけど、あの若いのにめちゃくちゃ頑張ってやっとったみたいなめちゃくちゃ褒められとったな、はい、見えんところでな。ありがたいですね。ね、テレになってテレもうガチのガチのテレやん、はい、で今回の現場が何をやったんですか？鉄骨の塗装ですね。鉄骨の塗装、はい。ちょっと今じゃあ塗ったところのじゃあ紹介してってもらおうかな。紹介ですか、せっかくやから。はい、はい、ブリキ君の塗装解説コーナー、イエーイとりあえず、うん、こことかですね。こことか。これは何？手すりです。手すり、はい、こういう風にね。これ何で塗ったんですか？これは最初に錆止めっていう材料を塗って、うん、乾いてから、うん、ハイパーユメロックっていう、うんうんうん、塗料で仕上がったんだ。はい、ちょっと手伝ったんだけど昨日、はい、相当物が悪かったよねこれ。そうですね、すごい錆取ったもんね。ボロボロでしょ。床もねこうやって今もう上塗りまでかかってる状態なんですけども、ちょっと水がね昨日雨降っちゃったんですごかったよねこの下もね。はい、錆取ってても永遠に、うん、うん、落ちてくる感じですね。そうだよね。で削りすぎちゃうとさ、はい、ちょっとこっちみたいにこうやって穴がねこうやってこういう風に穴が開いちゃったりね。そうですね、するんだよね。でこうやってやっぱ水が溜まりやすいじゃん、はい、水溜まりがこうやってできるでしょやっぱり錆びやすいよね。そうですね、そうそうそう。でちなみにここクリーニング屋さん、はい、いやもんでさ、ちょっとこっちこういうのも原因になるんじゃない？あー、水蒸気、そうですね、煙がバーって出るじゃん。はい、これって結局あのクリーニングの水蒸気がさ、こうやってほらほらほら向きによってはもうこっち来ちゃうじゃんね。そうですね。ってことはずっと湿ってる状態が続きやすいよね。はい、でこういうとこもね大事だよね、このエアコンの下。はい、これ何いつもこうやって下浮かしてやるんだ？そうですね、床塗るときは浮かして、うんうんうん、塗ります。よくさ、この何置いたまんまでさ塗っちゃって足元だけ塗れないってことがあるもんね。ありますね。さらに毎回こうやってあの画台みたいなのつけてやるんだよね、はい、そうですね。結構もう膜圧つけてね、あの、はい、サビがすごかったもんで、まあ、悪いところはまた別でサビ止めタッチアップしたりしてね。そうですね、うん、どこが一番大変だった？ここも結構ひどかったんですけど、うん、この裏っすね。裏？あ、裏も塗ったんだ。裏も塗ったんすね。まあ、知ってるけどこれは何？青色のやつは何だった？これは、うん、ノンスリップですね。ノンスリップ？はい。滑らないの？滑らないっす。養生もこれ大変だね、これ。大変っすね。すごい大変だよね。これを一人で何？頑張ってやったんだ。はい。ケレント養生を。そうです。丸一日かかった？そうっすね。ケレント養生で一日使いましたね。うん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 、この中ね。はい、中っすね。こんな狭いとこ入ってたんだねえ、はい、こんな狭いとこ入ってたの。ちなみにこれがケレンカスですね。サビのカスいきますよ。どんな感じで塗ったの？ちなみにもうちょっと再現してくれる？再現、はい、うん、うわーすごいね。あーすごい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 。こんな感じでめっちゃ狭いなこれ、はい、で何バケットとあのそうです、砂鉄とか使って、はい、一等間が入んないもんねこれ。入らんすね。でこの裏側とかさ鉄骨の隙間とかも全部入れたの？そうです。それローラーだけじゃあかんもんでハケ使って、一個一個ハケで。そうです。相当大変でしたこれ。大変ですね。ケレンもして、はい、
でよくケレンのカスが目に入っちゃうとするもんね。あしますね。うん、そういう時はメガネとかつけるんだ。はい、メガネとかつけるんだ。で違うでしょ、青木が、青木ちょっと目細いからいらないでしょ。まあ僕はいらんかったっすね。入んないでしょ。はい。すごいよね、本当にお客さんもびっくりしたもんね、こんなに綺麗になったんだ。ああ、すごい。ちなみにこのザラザラになってる部分が全部茶色だったもんね。茶色だったんです。錆びてね。全部茶色っすね。ツヤもいいしね、やっぱり。はい。夢ロックいいよね。いいっすね。奥の方とかはどうやって塗ったの、その鉄骨の。こっちはもう。もっと体入れて。そうです。こんな感じで。すごいね。ちなみにその今来とる薬器あれでしょ。ここの現場で新品とかもうめちゃくちゃ綺麗だったよね。はい。でもこのやっぱり何、塗料が上から垂れてきてノースリップについてね。そうですね。ペンキまみれになって塗っとんだもんな、俺も。はい。昨日あったけなんで髪の毛ペンキまみれだったもんね。タオル巻いとってもんだもんね。はい。こっちもね。うわ狭いね、これ。こんなに狭いんだよね。これは大変だね。大変だったっす。噛み締めたな。大変さを噛み締めたね。でこういうところね、はい、これちょっと細かいところなんですけど、こういうビス周りの目残しがだいたい出やすいもんね。そうですね。あ、ないもんね。はい、ここも徹底したんだ。徹底しましたね。ね、ブリキ君は誰でしょ、塗装を始めて16歳から始めたのか。16歳から始めましたね、うん、どうしてその塗装をやろうと思ったの。とりあえず働きたくて、うんうんうん、でもやっぱ親とかに話すじゃないですか、うんうん、話したら、まあ、父さんも塗装やってて、うんうん、そうだよね、青木の父さんもバリバリのね、もう本当一人でやってる方だよね、はい、あの親方としてね。そうです。で仲間連れたりしてね、はい、お前じゃ続かんわとか、あ、絶対言われるんですよ。俺と一緒ですよね。俺も昔そう言われた、お母さんに、うん、絶対続かんでやめとけとか、うん、それぐらい厳しい世界だもんね、やっぱ職人っていうのは。そうですね、うん、で僕もちょっと性格的っていうか、うん、なんていうんですかね、結構なんか、うん、長く続かないタイプだったんで、うんうん、余計そういうこと言われてて、うん、結構悔しかったんですけど、うん、まあどうしてもやりたかったんで、お前じゃ続かんとか言われるのも悔しいんで。そうだよね。同じ土俵に立って、うん、なんていうんですかね、一回やってみたろうと。そうそう、いい姿見せたいしね。でまあ認めてほしかったですね。ああ、そういうのがあったんだ。なんでやっぱ同じ塗装、うん、にしたの。はい。ちなみに何、お父さんとは一緒に働かなかったんだ。お父さんとは、うん、そうですね。それなんでなの。まあ、親子なんで、うん、やりにくいかな。あ、お父さんの方も。はい、まあ、厳しいこと言っちゃうしね、やっぱ。まあ、そうですね。仕事とやっぱ親関係ってまた別だもんね。別ですね。そうだよね。あ、それで何、うちに修行しに来るって言ってきたんだ。はい。こんないい子います？ねえねえねえ、こんな台本通りかって思われちゃうぐらいいい子いますか。す、ね、皆さん本当に本当すごいんですよ。めちゃくちゃ頑張ってね、今日も本当お客さん、何度も言うんですけど、毎回お客さんに気に入られるもんね、お前は。そうですね。あんまりベラ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 喋るタイプじゃないけどさ、はい、結構寡黙にずっとコツコツとね、休憩もシーンとやっとる時もあるしね、はい、今回なんて自分で任されてるもんで10時の休憩も取らへんし、ね、昼飯も食ったらすぐやっちゃうしね。そうです。やっぱりなんかいいとこ見せたいって思うんだよね、やっぱ、はい、お客さんにもね、俺らにもね、嬉しいよね。嬉しいです。で、あれでしょ、家に帰ってなんか怒られたとか言ってたじゃん、前、あの作業着が汚れとって。そうっすね、うん、まあやっぱ最初は素人なんで、うんうん、めちゃくちゃ汚して帰ってくるんですよね、作業着はね。まあ、今も汚れてるんですけど、うん、汚れ方が違うんですよね。まあ下手くそはやっぱ大きい塊で汚しちゃうんで、ほうほうほう、なんでそのまま家帰ったら、うん、どんな汚し方しとんだみたいな感じで、作業着見て怒られるんだ。そうです。それ相当ね、もう仕事に誇り持ってる人だよね、お父さんからしたら。もう見ただけでわかるって、お前下手くそだろって言われるんだ。はい、おねらにお父さんに仕事の話とかするの。会社入ったばっかは、うん、やっぱそういう、うん、まあ、親の反対とかもあってあんま仲良くなかったんですけど、うん、まあ、だんだんお前も頑張っとんだなみたいな感じで、うん、言われて仕事の話とかするようになりましたね、うんうん、いいよね、現場の相談とかできるもんね。今現場こういう風でさ、でもそんな大ベテランでしょ、お父さんも。そうですね、何十年ってやってる人じゃん。はい、しかも親方でやってる人じゃんね。そうですね。ってことはもういろんな知識も持っとりゃさ、はい、うん、全部教えてくれるわけじゃん。塗装屋やってよかったこと、まあ、今回もそうですけど、うん、お客さんに褒められたりとか、うん、した時も嬉しいですし、うん、お客さんだけかな。
お客さんだけじゃないですけどね。おお、俺結構お前のこと褒めとんだけどな。その何お客さんに頑張っとんねとかありがとうって言われた時は嬉しいんだ。嬉しいですね。もうたまらん。たまんす。こんな純粋な子います。ごめんね、なんかこの間ドッキリなんてしちゃって。いや本当ですよ。嫌いになった。良くないですあれ。嫌い。はい。ちょっと見立ってくださいこの本当ベタベタなった作業着を。こんだけ一生懸命やったんだもんな。はい。こんなの買ったの最近だろ。最近っす。だよね。本当この現場入ってこの作業着を潰してるんだもんね。はい。ちなみに何、青木はなんでこういう作業着着てるの？そのミッチーとかさ、まあ俺とかも結構細身の作業着着てるじゃん。ああ、そうですね。そのこだわりはあるの？やっぱお父さんがそういう作業着着とるの見とるもんで、そういうのあるのかな？そうですね。まあこだわりは特にはないんですけど、うん、やっぱ小さい頃からずっとお父さん見てて、うん、仕事帰りとかも見てて、うん、ずっとこういうの履いてるんで、うん、まあ塗装屋はこういうの履くんかなと思って、うん、自分で会社入った時も、うん、これがまあ塗装屋の作業着だなと思って、ずっとこれ履いてます。もうめちゃくちゃいい話するよお前。お父さんかっこいいと思うじゃん。お父さんはまあかっこいいですね、うん、ブリキのお父さんがちょっと怪我しちゃったんだよね最近。そうですね。あの足場からちょっと落っこちゃって、はい、でちょうどブリキも現場で撮って、ちょっと帰っていいですかって言って、あいいよって言って帰ってた時にね、あの、はい、骨折しちゃったんだよね。骨折ですよ。で現場に出れてないって言って、はい、でもやっぱ親方でやってるもんで現場上げてこなあかんって言ってね。そうですね。日曜日にね、はい、あのお父さん手伝い行っとるのもね。そうですね。あの段取りだけ聞いて、はい、病床撤去やっといてくれとか、ここ塗っといてくれって言ってね、そういう親孝行もしとるんだね、お前は。はい。やっぱそれで何、距離とか縮まった？まあ縮まったっすね。何が変わったの？いやもうな、 LINE の仕方が、おうおうおう、仕方っていうか、うん、父さんから LINE 来るんですけど、うん、結構なんか絵文字とかだけちょっとついてるんですよ、うん、そう、そう、嬉しいんだ、ま、お父さん多分嬉しいんだよね。多分嬉しい、嬉しいですね。ちなみに今日何、どんなのが来たの？今日仕事なのみたいな、うん、仕事だよって言ったら、うん、分かった、頑張ってね、グーみたいな。グーついとった。グーついとったっすね。そう、はい、認めてきてくれとるんだよね多分。そうですね。じゃあ将来は何、一緒に一軒家とかさ、はい、戸建てとか塗れたらいいよね、お父さんと。そうですね。そうだよね。やれたらいいかなと思います。ね、腕比べもできるしね。はい。めちゃくちゃいい話持っとるじゃん。そうだよね。これしかないですけど。そっか、はい、楽しい。楽しい。それが一番大事よ、本当。はい。仕事楽しい。楽しいです。ベトナム語みたいな言ってた。ベトナム人に聞くみたいに、仕事楽しい。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。はいはい、また見てね。ありがとうございます。長くないですか？緊張した？まあそうですね。いい話だったね。はい、話うまいなお前。全部これ作り話だろ？いや違うっすよ、違うっすよ。お前うまいな、ちゃんと段取りから全部組んで。全然違う。ほんま本当すごいな、これよく頑張ったね、一人で。給料上げてもらわなあかんな。いやもう上がったばっかなんで。上がってばっか、はい。やめてやらしい話。頑張っとるでね。